これは一昨日かな、5月2日に、はい、まあ、名古屋の話ばっかりでごめんなさいね皆さん。名古屋の金山のグランコート、ANA グランコートホテル、ちょっと難しいんだけど名前が、まあ要は金山駅前の大きいホテルがあるんですよ要約するとそれの、大宴会場でディスコが行われるわけです。で、それがすざましくって、これちょっと写真かなんか一輝くんに送るからちょっと載せておいてもらえると、はい、いいんだけど、あ、アニソンのやつも後で渡して、そうですね、はい、すごい盛り上がる。で、大宴会場です。よく芸能人が結婚式するような大広間が全部ディスコになっちゃうと、はい、そういう感じで、で、もう入場口から違う、もう2つポールが立ってて、はい、萌え萌えですよもういきなり入場、もう萌え、萌えのですね、ポールが立ってて、あの萌えじゃないですよね、あのアニソンの萌えじゃないです。シャンパンの萌えで。萌え萌えできて。はい、でもう、バーッとこう、入り口入ると、はい、ダーンと 大きい広間で、でもちょっと紫がかったですね、ライト、レーザーみたいなの、うわーっとなって。バブリーな。バブリーですね。チケットも高いんですよ。はい、もう VIP 席で2万円、2万円ぐらいとか、普通でも6000円とか7000円とかね。はい、しかも VIP 席から確かソールドアウトになってきました、ね、そう、そう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 、もうお金関係ないっていう人もいる、はい、なんか徐々に上げていけばいいんじゃないかなみたいなうん、そういう感じでですね、すごい盛り上がって、で5年齢層がですね、もう私からしても大先輩方がですね、もう勢ぞろいという感じでもう50代なんか当たり前で、もう60代とか、もう本当に、70代ぐらいの、あれ、なんか介護サポートした方がいいかなっていうぐらいの方もそれは冗談ですけど大先輩、大ベテランの人もいたり、でも若い子もちらほらいてみたいな。そうですね、うん、でも遊び方半端ないんで、あ、みんなジョン・トラボルタみたいな、もう全員ジョン・トラボルタ状態ですよもう大フィーバーみたいな感じで、すごい盛り上がった。でなんかマイケル・ジャクソンの、はい、まあ、多分頼んでもないのに、はい、マイケルの踊りが得意な人が、はいはいはい、もうどっからどう見てもマイケル・ジャクソンなんですよ。なるほど、うん、でどうしたのかなと思ってたら、はい、DJ の人がマイケルかかったら、はい、お願いしてはないんですけど、はい、急にステージに上がっていきなりマイケルを踊り出すっていう。でそれが、ま、マジで完成度高くてですね、みんなこうヒューヒュー行ってみたいな感じで、その人からしたらもう待ってたっていう、待ってたって、だからでマイケルかかんなかったらこの人どうしてたのかなって、 そうですよね、そこはちょっと確かに、まあ、かかると信じてきたんでしょうけど、そういうことがあったりだとかして、まあ結構、40代50代60代のそこのですね DJ シーンもかなり熱いという感じですね。はい、うん、なんでまあなんかすげえ定着してきたんだなっていう、そうですよね、うん、印象がありますね。うん、一周回ってというかね、まあそうですね、復活というか、そうだね、はい、うん、あと何か多分2、30年前と違うのは、年の人とかが何かおじさんとかが、はい、いやちょっと DJ やってますって言うと、はいはいはい、なんじゃそれみたいな感じなのか、今結構やっぱり理解がそうですよね、あるなっていう感じはすごいしますよね。うん、あとやりやすくなったってもありますね、コントローラーとかも出てきて、そう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 、うん、だからすごくどんどん普及してるなっていう、そうですよね、うん、の割には全然オタレコが豊かにならないっていうねこれ深刻な問題ですけどね。そうですね、はい、まあまあまあなんとか北風前進でやっていくしかないなっていう感じだね。で、あとはですね、これに触れないっていうここまで置いといて、見てますけど、さっきからは、はい、見てるけどまあこれさ、最近売れてるやつで、ね、XDJ-RX というマシンです。で、この前ですね、オタレコでも、まあ陽介官人がライターを今やってて、サウンドロープっていうところに寄稿してます、はい、そこでも行ったし、あと先週の日曜日から始まったまあ、これ ZIPFM っていう名古屋の FM 局で、ラジコがあれば有料会員ではあるんですけど、有料会員になったら
あの全国の皆さん聞いていただけますけど、はい、毎週日曜日の23時から、はい、スーパーノバっていう番組があって、はいはい、そこの中のサウンドプロデュースっていう番組に陽介管理人がもう週1でなんとレギュラー出演をしてるという感じなんですけど、それでも言いましたけど、はい、最近あの USB の DJ が流行ってるというところで、あの USB フラッシュメモリーですか、うん、そうですそうです。でこれを挿して、まあ、それで DJ やるという感じ、うん、で、まあ、それはこれはそれの専用機なわけですよね、はいはい。まあ、ここに画面がついてて、この中に USB の入ってる曲が映って、はい、っていう感じ。まあ、これちょっと今電源ついてないんだけど、まあ、別で動画撮ってあるんでそれを見ていただければと思いますけど、で、CD、まあ、昔レコードだったじゃない。で CD になって、はい、で USB になって、はい、どんどんちっちゃくなっていくんですよね。でなくしちゃいそうだよね、 USB。 あー、なくしそうですね。うん、ねすげえネガティブコメントなんかこう、ね、気をつけとかないと。なんか戦隊ものじゃないですけど、うん、こことかにシャキンみたいな、なんか、うんうんうん、とかベルトにつけれるみたいな、なんか出たら、うん、モバイル対応みたいな風にするといいのかなって思ってて、はいはい、あの Apple Watch とか、はい、まあ電話でもいいんだけど、電話つかスマホでもいいんだけどと Bluetooth でつながってそこから曲引っ張れるとか、る一応できないのかな今。まだできないじゃないですかね。一応でも、はい、PC からネットワークは見れるからWi-Fi で参加すれば、はいはいはい、引っ張れることは引っ張れるよね多分。曲自体はただそれがオートメーションになってないから、それちょっとやるといいかもしれない、ね、そうですね。うん、まあみたいな感じで、まあまあそれはいいんですけどすごい売れてます。でこれね楽しい、やっぱ楽しいです。完成度高いし、うん、これねよ今めちゃくちゃ売れてんだけど、売れる理由はよくわかります。なるほど、うん、すごい画面も大きいですよね。画面大きいね。ていうのか、なんかテレビが見れそうな。うん、だからテレビを見れるようにしたらいいのにね、ワンセグスとか、ね、俺それすげえ訴えたいわ、うん、あとこの画面が放映されるように、ユーストリームとかですぐ中継できるようにするとか、はいはい、まあまあいろんな問題があるんでしょうけど、はい、著作権とか。うん、あとまあここになんかカメラが映ってやってる人の顔が映ったり、あいいですね、うん、あちょっと鼻毛出てるわみたいなうん、ことが分かったりとかするといいかなみたいな。まあでも本当にこれはすごい完成度高いので、皆さんまあ夏のボーナスには、はい、ぜひこれはおすすめですよ。そうですね。